ペッて見た。うん。ああ、土下座はしないよ。うん。かけてないよ。うん。ちょっと待って、みんな静かにして。ああ。最高。ジェット佐野。うん。いいの出たね。ああ。楽しいんだよ、毎日。しゃーなしだから。うん。そうそう。だから、なんで俺に2件とか着信利益があったのか、意味が不明だよね。うん。2件だったかな、 2、3件あったような気がしたけどね。貸し切りたいんでしょう。いいよ。どこを？俺んとこを？いや、例えばだよ。俺、ここで配信だから言うけど、よっさんに貸すってことは、他が黙ってねえだろ。じゃあ、ダメだよってなっちゃうじゃねえかよ。そうなるんだよ。よっさんがいいのになんで俺らダメなんだよって言われたときに俺断る理由を見つけなきゃなんねえじゃねえかい。ああ、そっか。佐野、そういうことかよ。いや、ゆいがなんかいねえから。お前、うるせえから。あらの話なんかいいんだよ。ってんだよ。それ切ってんだからよ。関係んだ。どうだろう。彼はよくって、じゃあなんで俺がダメなのかっていう、求められても答えが出せないから。消毒やら仕入れの金がまず必要だよね。そうだね。やっぱりね、やんなきゃなんないことに、かなりお金がかかるんで。しゃあなしね。酒も入れなきゃなんねえしな。来る人は金払って飲めばいいんだろうっていう感覚かもしれないけど、店を開ける方からしてみりゃ、そんなわけねえだろう。ね。レディースに頼んで手伝ってもらおう。うるせえよ、おめみてえのもんが一番いらねえんだよ、クソがよ。店は、だからもう関係ねえんだよ。何が店はだよ。ああ、ブロック祭りだろ、これ。俺がさっきからきちっ
と聞かれたことには誠実に説明してんだろう。答えてなかったら、答えてほしいことを聞けばいいじゃん。な。答え、出てこねえんだから。アンチがもう、うん、こんなやつ。麦ぶちやったよ。うん、こんなです。ああ。いや、俺はそんなの知りません、みたいな。こんにちは、いらっしゃい。ピコピコになってんのは他の配信者の通知。違うよ。10時から10時5分までの LINE の通知ですよ。はい。ピコピコくんはそういうのがないのね。時間が見えてないのね。時計見ようね。さよなら。いやー、半月ぐらいかかんじゃねえな。多分。うなの辞書に誠実という文字はない。ない。うん。さよなら。あるわけねえや。真実という文字はあるけど。何をこきやがったんだ、この野郎。なんだよ、誠実って。むしろ、誠実とか言うやつは一番詐欺師だよ。クソ野郎が。通帳でもどっかに売ってこいよ、バカ野郎。あ？ネクタイ締めてや。年寄りの家ピンポンしてよ。やってこいよ。クソがや。誠実を売りにしてますっていうやつ、だいたい詐欺師。どうかな。わかんねえよ。まあ、俺は、だいたい、見てくれも怪しいから、詐欺師にはなれないよ。大丈夫です。安心してください。詐欺師は、俺は、なれないんで。いいだろう？朝からや。だから、こういうさ、なんか、こう、トークをさ、まあ、
ピン雑でさ、できる配信者他いねえのかよ。なんだよ。ちゃんとやらせろよ。佐野はやってるじゃねえかよ。後悔ねえのかな。まあ俺は今バンになってるから、現生が入ってくるサイトはね、どうもなんねえけどさ、いや頭がいいんじゃないんだって。いろんなことに俺は興味があっただけ。うん。そう、江口。俺ね、口回んねえな、と思って。それも、風呂に行ったのもあるんだけど、やっぱ酒、ちょっと何日か抜こうかな、と思ったんだよ。俺、やべえな、これ。うん。自分でも思ってた。ああ。いやーなんかね、よれるね。うん。働く引き出しがなかったのが致命的。あ、俺？でも、女から銭金引っ張るテクニックがあったのが最高でーす。ふふふ。ガンガンだよ。ガンガンや。ああ。チャンマン、セールスマンとかいけそう？俺ね、これ、セールスマンっていうか、昔、珍味売ってる時に、その、一緒にやってたやつに、あの、地味なんだけど、ちょっと金になる仕事があって、あの、これアウティなのかな？あの、服着てさ、衣装、消防士、ぽい衣装を着てさ、あの、売り歩いたんだけど、だいぶ売れたぜ。ああ。マジで。消防署から来ましたとか言ってよ。ああ。いや、売ってって言われたから。いや、売るよ。消火器。うん。家賃いくら？家賃ここ16,500円。はい。アイブロックです。
だってよ、やり方があるんだよ、あれよ。1階は1階で1人待機させといてよ。2階ピンポンすんじゃん。アパートだからよ。すいませんって。地域の消防署から来ました。で、下から声かけてもらう。2階どうですかって。こちら今話してますんで、了解です。1階はもう終わりましたんで、ありがとうございますって言いながら、2階にも行っちゃうんだから。関係ねえんだよ。あら。いや、面白いっていうか、もうそんなんだから、連携プレーだ。売れちゃったよ、みたいな。で、隣が買うと、隣も聞いてるから、聞いてったら、買うんだよ。1本で買うか、2本で買うかにもよるんだけど、だいたい1万2千円で1本売るんだけど、まあ、買い値は1本1000円ぐらいだ。そんなもん。1000円で仕入れて、1万2000円で売っ払うんだから。売っちゃえば楽だよな。いや、まあ、期限が来たとかでは、そこにはもう二度とはいかない。よく群馬とか行ったよ。栃木、群馬。茨城。アパート。だって行ったらアウトじゃん。張り込まれたらアウトだから。また来ましたよなんて、お前勘弁してくださいよだから。ね。わかります？昔のチャンネルは話題が豊富。でも俺の話は面白いだろ？なあ、江口よ。経験はいろいろやってんだよ。いや、まあ、その江口だけじゃなくてさ、ここに聞いてるリスナーもさ、なるほどね。そういや、昔、消火器詐欺とかあったよな、みたいな。ね。いや、起承転結までは言ってねえけど、ただ、みんながさ、垂れ流しで聞く配信としては、まあ、佐野は、まあまあじゃない？
当たりかどうかは分かんねえけど、もっともっといい放送はあると思うけど、俺、自分が経験したことしか言えねえからさ。消火器はまだ買う可能性もある。でもね、これはまたね、消火器は、リスキーなんだよ。家庭の中に、売った後に、消防局に、こんなものが来たからどうのこうのとかやられたら、アウトだからね。一年でもうそれ使えなくなったからっつって売りに行ったら、あ、ちょっと待ってくださいなって、ね、119番やられたらすぐ消防来ちゃうからね。アウティでーすだよ。これだよ。アウティだから。ああ。なもん。いや、俺は消火器詐欺はやってない。ピンポンやって、消火器家にありますかって言って、ないって言ったとこに売っただけ。わかる？言ってる意味わかりますよね。俺は詐欺、嘘は言ってないから。あった方がいいですよ。消防署の方から来ましたって言って、方角の話だから、それ。消防署から、お話があってきましたじゃないからね。方角だから。関係ねえんだよ、そんなの。ペラなんていくらでも回せりゃいいんだから。ああ、パクられたって、調べで48で出れるわ。そんなもん。そうだろう？消防署の方から来ましたって。職員じゃねえんだから。消防署の職員ですって言ってねえんだから。な。昔だよ。20年も前の話だよ。な。でもだよ。でもだよ。少なくとも、木造家屋とかにおいては、一軒ずつに、消火器は、あった方がいいことは、消防局も推奨してたんだよ。当時。わかる？ただ、その高い金で俺ら売りつけてたから。な？ 1000 円で仕入れたのを1万2000円で売ってただけの話だから。ババアにな。
大体お前ら考えてみろよ。アメ横でだって、おめえ、塩水吸わせた毛ガニ、冷凍にして、おばちゃん、ちょっとこれを持ってみてよ、つって。重たいでしょって。身パンパンだから。えらっしゃい、えらっしゃい、えらっしゃい。ナキって帰ってきたら、もう、全部売れちゃってないよ。何よ。どっから来たの？茨城？ここで買ってかないと。正月？お孫さん来んの？そらよ。おせちは飽きるよ。美味しくないから。カニがあったら最高だよ。持ってみて。いい、持つの全然いいよ。重いのどれでもいいよ。好きなの持ってって。佐野プロです。佐野プロですか。どっかで雇ってくんねえかな。なあ。する程度何かいとか、俺言ってもいいの？いや、今でも使えそうって言われる。まあ、アメ横はな。特にアメ横なんかはターゲットなんだよ。なんでかっていうと、上野の電車の降り口が、茨城、栃木、群馬、あとは、まあ、福島とか。要するに、あっちからみんな来るんだよ。正月に、仕入れに。だから、こっちも、その時に、ボロ儲けしてやろうと思うわけよ。ボロ儲けだよ。だって、死んだようなカニ買ってもらってんだもん。いくらで売ったっていいんだよ。そんなカニは。そう。だから、ここなんだよ。一番いい、今ね、死んだようなカニで、反応したでしょ。お母さんさ、カニだけじゃ、せっかくアメ横来たら、ダメよ。なんか買ってかないと。マグロ行く？スダコ行く？いいよ。カニ買ってくれるんだったら、こっちもこっちもつけて、全部でいくらで行くのよ。そういうことよ。いいよ。なんだ。終わったら、数の子買う？いいよって。せっかく遠いとこから、
年末この忙しい時に来てくれてんだからさ。ああ。うちだけで終わったら、楽だよありがとね。いや、だから、アメ横でもよかったな。お前らさ、だから俺は言ったべ、買うな。マグロは、柵で買うんだったら、岬で買え。な。あそこはまだいいよ。岬漁港。神奈川のな。あとね、三崎漁港のあれは、クエ、トロマン。肉まんの代わりに、肉じゃなくて、マグロのトロで、肉まんみたいに作ってるやつ。トロマン。これめっちゃうまいから。ああ。トロマン売ってっから。三崎で。いや、あるよ。ああ。トロマン。お前ら、検索してみ。うまいから、これ。めっちゃうまいよ。エロマンじゃねえよ。でじゃねえかな。ああ。夜じゃねえかな。昼だよ。場外はもうないじゃない、俺が真面目に話してる時に茶化すやつは全員ブロックで。すいません。マウシー、佐野で。何が夜なのとか、何言ってんのかな。バナナ。縦にアダルトだってね、うるせえよ。だから俺にが今喋ったことに対して普通にこう話してくれるんだったら俺答えるよ。とどまお前ら検索してみりゃいいじゃん。三崎漁港とろまんで。ああ？脳ガキばっか垂れてねえでよ。引きこもりがや。くっつぁべがや。お前らダメなんだよ。おい、さっさと検索してみろよ。だから仕入れの目利きができんのか。じゃあ、別に目利きができるわけじゃねえけど、俺、ガキの頃から青でもらって、ポッケ入れて、じじいに散々から駒遣いされてたから。あった、おいしそう。だろ？これはうまいよ。ああ。これはいい。今度、三崎行ったら食ってみ。うまい。これはね、三崎漁港は、うまい。いいだろう、口コミ。
これいいんだよ。めちゃくちゃうまいんだよ。めちゃくちゃジューシー。うん。まあ、とにかく、あとは、みんなが、そういう、地方のところへ行って、見ればいいと思うよ。これがね、トロマンは、マグロを角切りにしてるのを入れてるから最高にうまいんですよ。刻みすぎないの。鍋壊しって言われる鍋がうまかったです。それは鍋壊しっていうのはマグロぶっこんでやるやつだろ？うん。名古屋、おやき。俺ね、これね、俺はね、名古屋じゃないや。長野のおやきは、圧倒的に、俺はっきり言うけど、疲れたら、絶対に、あんこのおやき。でも、そうじゃないときは、野沢菜が絶対うまいね。これね、確定ですよ。なんかさ、疲れたなと思ったら、あんでいくんだけど、なんかね、食器欲しいなと思ったら、野沢菜行くよね。その時の体調で。うん。あ、切り干し系行くのか。野沢菜。俺は野沢菜好きだからね。俺野菜好きだから。ああ。違うよ。大判焼きじゃないよ。うん。野沢菜は大判とは全然違う。っていうかさ、俺の放送聞いてる人たちって今、多分キーボード打ちすぎだよ。ねえ。確か。惨めに水道水すすって、で、これがね、さっき言ってたじゃん。わいは切り干し大根って言ってた人いるじゃん。長野はいろいろおばちゃんち研究してて、妄想だけを細かく千切りにして、これも、きんぴら手で、やってんのよ。まあまあ、もう終わりだよな。そろそろ終わりだよ。ああ。何言ってんだ。はい、ブロックでーす。
妄想だけとかいらねえから。知らねえんだから、構造は。ゲームだけやったら、どう盛りでな。ゴミ掃除しとけや。まあまあ、佐野に何言ってもダメなんだったら、もうやめとけっつうの。な。で、結局、ハゲだとか、な、くんね、ね、日中から、ね、真っ暗闇の中で、ね、ニット帽かぶって何してんですかとか。もうさ、攻めどこそこしかねえのかよ。おい、引きこもりとか。じゃあおめえ何してん、俺の放送見てんだよ。てめえどっから見てんだよ、俺の放送よ。おい、バカ。ブロックでーす。クソ野郎だろ。なあ。おい、引きこもり、言ってるてめえにぶつかってるだろ、それ。大丈夫ですか？まあ、とりあえずね。もうすぐ1時になるんで、僕ちゃんは、今日は、だいぶロングでやりました。今日何時からやったんだっけ、俺。だって面白くねえじゃん。乗ってくんねえんだもん。いや、延長希望っつったって、俺には俺でさ、なんかまたいろんなことをこう、ここで座って考えて、いろんなこと考えてさ、メモったりする時間があるのよ。風速に合ってるといいさ。俺はほら、すぐ忘れっぽいからさ、メモるようにしてんだ。次はいつですか？わかんねえな。夜やります？どうかな。なんか。元気ないからね。目もよ、疲れんだよ。アンチって、人を小馬鹿にすることで、自分が何ができるの？目疲れんだよ、俺。ねえ。
みんな。ほら。これ、こっち、かっぱげしてよ。ほんで、スピーカーこれだから。はい。ね。あんちか。はいはいはもういいから。下がれ、バーカ。クソがや。はいはい、はいはい。はい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 。明日はみんなでバーベキューです。いや、そんなん別に勝手にやれよ。知らねえよ、おめえがバーベキューやろうがなんし。なあ、まあこれもう飲み終わるんで、いや、延長はしないよ。なんでさ、みんな叩くときは叩くのに、俺がもう終わろうとすると、延長希望とか、わけのわかんないこと言ってくんの？だったら最初からさ、普通にするよ。いや、もう、面白いから。はい、無理です。行儀が悪いんだよ。悪すぎんだろ、こんなの見てたら。なあ。何言ってんだろうね。バカがよ。何俺今日よ。ブロック入れたんだよ。関係ねえんだよ、好きとか嫌いとかよ。そんなことは知ったことじゃねえんだよ。じゃあ、配信終わります。またね。じゃあね。お疲れ様です。